年下男性との交際が報じられ再婚も噂さされる卓球の元五輪メダリスト福原愛さんについて元夫で台湾の卓球選手のジャン・ホンジェさんが口を開きましたジャンは5日人気番組のイベントに参加した福原さんが昨年勃発した不倫騒動で横浜デートの相手とされた年下男性と交際をはじめ 再婚もあるとの報道は台湾でもよく知られている7月に離婚したジャンに対し報道陣から福原愛が再婚するという報道があるが知っているか祝福しますかと質問がジャンは小さな笑みを浮かべたあと表情を引き締めニュースで知りましたでも本人に聞いた方がいいでしょうと冷静に回答 ここで共演者が、私は祝福しますよ。と、助け舟を出し、質問を遮った。次に、中華圏で、旧暦の正月にあたる春節の過ごし方を問われたジャンは、家族で、一緒に食事をすることが大事で、どこかに行く計画はないですね。と、回答。以前、福原さんと子供たちが、毎日ビデオ通話で会話していることを明かしたが、 春節でも、そうすると思います。と話した。ジャンは、年初めに SNS で、昨年を振り返り、2021年は、思い通りとはいかなかったかもしれないが、大きく成長した。2022年ももっと努力して、もっと強くなりたい。と、抱負を述べている。台湾でも、両者の動向は、注目を集めているようです。